Dude, that father is 10 men perm. Yes, Misa. まさかですけど、私たち、まあ、今年45の年じゃないですか。そして子供2人を連れて、まさか僕たちまたスキーバムすることになるとは。これってスキーバムなの。なぜなら、そこに住所を移すわけではない。あくまで松戸に所在地は残したまま、冬の間だけ湯沢町というところで生活をさせてくださいっていうお願いに対して、湯沢町はすごく快く僕たちを受け入れてくれたので、今回のこの企画が実現へ、まあ、第一歩第二歩進んでいってるわけだけども、これってファミリースキーバムだからね。でもちょっと違うのは、ちゃんと仕事をしていることと、ね、子供たちがちゃんと公式に学校に行くこと、行けること、普段の生活をそのまま雪国にスライドさせただけの状態。そうなんだよ。で、毎日スキーができる。で、僕たちはなぜ湯沢町にしたかっていうと、まあ、実は妻がある日常磐線のしゃずり広告にあったんだよね。移住者募集の広告が山手線でした、はい。で、ウェブサイトを見に行ったら、移住定住者の特別サイトみたいなのも用意していて、で、あくまでそういうコンセプトだったんだけども、あえて僕たちはあのお問い合わせフォームからね、デュアルライフをやりたいんですけどもっていうところから相談をして、そして小学校見学に行くというところまでこぎつけました、はい。合わせてその時に住むであろう部屋の内覧っていうのもやってみましょうか。まさかまたスキーバムをするとは。僕たちは2005年カナダのネルソンという町でスキーバムをしました、はい。あれ、そう考えたら湯沢って谷の町だから、ネルソンみたいなもんだわ。あそこも谷の町だもん。そっか。そうだよ、湖があって。Dude, that father is 10 men permed!